ン4阻止お願いします。はい、お願いします。ございます。ございます。いや、会長挨拶ですごく場が緩んでですね、ものすごく話しやすい空気感を作って、で会長どうもありがとうございます。はい、ということでですね、今日朝からですね、本当にこんなにたくさんの皆さんに集まっていただいて、なんかもうこの場を見てるだけでね、あ、ものすごく朝からありがたいなと思って、ものすごくいい気分でスタートできそうなんで、ぜひね、今日は僕の体験、実体験を伴ったお話をさせていただきたいと思います。で、ちょっと張り切りすぎて結構スライド作り込んできちゃったんで、飛ばしていくとこはもう無視してください、ね、要点は僕が話す話はね、皆さんの人生は思った通りになるんだよっていうことを今日伝えたいんです。それをダラ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 話してるんで、あ、こいつなんか言ってるわぐらいで聞いていただいたらいいと思いますんで、どうぞよろしくお願いします。自己紹介はですね、僕のチラシありますよね、そちらの方に僕の自己紹介のは簡単に書いてますんで、ぜひね、そちらを見ていただいて、はい、はい、ではいきます。よろしくお願いします。じゃあプロフィールはですね、割愛しますね。僕は1974年の8月19日生まれの現在44歳、ね、日本は日本育ちの在日韓国人3世でございます、ね、皆さんと全く同じなんで、日本語のレベルもほとんど変わりがありません。で、僕の人生はですね、実はね、5億5000万の借金の保証人になったところから始まるんですよ。さっきやっぱり会長もおっしゃってたんですけど、人生ってね、ピンチとか究極に追い込まれると、自分の中にある潜在的な能力とか才能ってね、開花するんですよ。はい、僕ね、それでなぜこの借金の保証人になったかっていうと、親がずっと商売してて、僕長男なんですよ。長男で30歳までは金融機関に勤めてサラリーマンしてたんですけども、突然バブルが崩壊してね、家が大変だと、僕サラリーマンで結構エンジョイしてやってたんですよ。長男だからという理由で会社を辞めて、僕は自分の実家の家業を継ぐことになったんですね。独立して事業を始めたっていうマイナスからのスタートなんですよ。なんで僕経営のことも全く分かんないし、まあ、金融機関には勤めてたんで、銀行業務とかお金のことは若干知識はあったんですけど、会社経営って僕が思ってたよりもめちゃくちゃ大変だったんですよ。もう皆さんここにも会社の経営者たくさんいると思うんですけども、まあね、死ぬかと思いました。でそうなると大体ね、この本を読み出すんですよ、うん、僕本ね、実はね、数千冊ぐらい読みました。数千冊本を読んで読んで、で僕が一番最初に本読んで、これマジかと思ったのは、思考は現実化するっていう本知ってます？はい、僕あれ本屋で見つけた時に、思考が現実化する、何それみたいな、わかりますか？自分が考えてることが現実化するんだよって言ってる時に、あ、僕それでいけたと思ったんですよ。アホでしょ。だって考えてることが現実になるんだよ。そんな簡単だったら、自分の今悩んでることなんてすぐ解決できるじゃないかっていうところから、僕の10年間の瞑想が始まります。瞑想ですよ。もうね、ありとあらゆる本を読んで、ありとあらゆるセミナーに行きました、ね、でも全く状況は変わらないです。はい、私10年間1000万ぐらい使いました。こんな経験ないです。僕本屋で引き寄せの法則見た時に、またその時もね、勝ったと思ったんです。いけたと。だって自由に何でも自分のもの引き寄せられるんです。でも1ヶ月経っても2ヶ月経っても何も引き寄せられません。引き寄せられるのは借金と請求書ばっかりなんですよ。わかりますか？なんじゃこれと。でまた本屋に行くとね、引き寄せの法則を実践できないあなたのための引き寄せの法則とあるんですよ。あ、来たと。これ俺はこれを分かってなかったんで見ますよね。見るんですよ。分かった気になるんですよ。1ヶ月経てと2ヶ月経てと全く変わらないんです。そうするとまたね、本屋に行くんですよ。そうすると今度ね、ずーっと見ると、なんか漫画みたいなので、猿でもわかる引き寄せの法則って書いてあるんですよ。いやいや、猿でもわかるなら僕人間だからわかんないわけないでしょ、みたいな。でもね、無理でした。うん。結局僕は10年間の間で、
全く人生が変わることができなかった。ただしですよ、たった一人の出会いで僕の人生は180度転換したんですよ、ね、皆さんご存知ですか？たった一人の出会いですよ。僕の出会いはこれです。はい、僕の愛するパートナーの、はい、平井奈々江との出会いで人生が変わりました。僕この人と出会ったことによって本当に人生が変わりました。もちろん今は僕のパートナーで、まあ、前回もねこの皆さんの前で講演もさせていただいて、このオレンジ T シャツ着てるラクドクっていうのを創業した創業者でもあります。僕ね、彼女との出会いで何が変わったかっていうと、これなんですよ。本当の夢、使命を思い出したんですよ。本当の夢、使命を。これ実は僕の本当の夢が何かっていうと、僕その当時もう経営者をやってて、最初に親父のあった借金っていうのをいろいろ整理していきながらだいぶ減らせていって、その取り組みが銀行に評価されて銀行から融資とかいただけるようになったんですよ。で、新しい事業とかをやってて結構ねうまくいきだすと人間って調子に乗るんですよ。で、僕調子に乗ってたんですけど、彼女と出会った時に一番どん底の時なんですよ。あ、やばいと、これうまくいく時ってうまくいってるんでなんとかなると思えるんですよ。でもね、うまくいき出さなくなると、僕ね会社経営しててこの借金から戻すのはできたんですけど、落ちた時に戻し方分かんなかったんですよ。これね、会社の経営者で落ちたのを戻せる人って本物ですよ。僕会社の経営者のやる仕事ってこれだと思ってるんですよ。いい時は何やっても実はうまくいくんですよ。で、僕もうこの時もうどうしようって、もう毎日支払いに追われててね、もう人は辞めていくし、ね、売り上げは上がんないし、ね、もうこれ皆さん経営者でもし経験のある人がいたらあれなんですけども、支払いに追われるってね、もう死にそうなんですよ。で、しかもやることはあるんですよ。目の前にどん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 やることはあるんですよ。僕その当時仕事が嫌で、もう僕毎日マジで偏頭痛が止まんなくなって、もうハンマーで頭カーンカーンカーンって殴られてるような状態。それでもやらないといけない、借金も返さないといけないし、従業員の給料も払わないといけないし、お客様は来るし、まあ、そんな生活をずっと続けたんですよ。で、僕奈々ちゃんに出会った時に、僕奈々ちゃんって呼んでるんですよ、奥さんのことね。可愛いでしょ。僕が奈々ちゃんに出会った時にどう思ったかっていうと、楽読ってこんなオレンジ色の T シャツ着てるじゃないですか、うん、僕出会った当時から本当にみんな明るくて、ね、一言で言うとね、アホなんですよ。アホ、分かります？アホ。当時の僕はね、このアホさ加減が理解できなかった。なぜかというと、セミナーにも通ったり本も読んでたんで、なんかちょっと教養人みたいな、うん、私なんか知ってますよみたいな感じでしてたんで、絶対にこの人種とは交われないと思ったんですよ。なんか会った時も挨拶も、みたいな、もうおはようございますとかないですよ、あやーみたいな、イエーイみたいな感じなんですよ。僕絶対これは交われないと思ったんですけど、でもなんかね楽しそうなの。僕その時もう悲壮感マックスですよ。顔はね普通の顔してるんですよ、はい僕大丈夫ですよみたいな。でもね内心は悲壮感マックスなんですよ。で奈々ちゃん見た時に、なんでこんな楽しそうなんだろうって、働いてる人たちもなんでこんな笑顔なんだろう、うん、で僕ある時にね彼女に聞いてみたんですよ。なんでそんな楽しそうなのって言って、うん、で僕ね奈々ちゃんみたいになんか楽しそうに本当に自分の好きなことをやって仕事してみたいと思ってるの、うん、で僕ね実はこの当時あんまり人に何かを聞くとか尋ねるってことやめてたんですよ。なぜかというとね、みんなアドバイスしてくるんですよ。そのアドバイスって大概ダメ出しなんですよ。わかりますか？僕必死なんですよ。どうやったらうまくいきますかって言って内情話すと、お前それダメだよと、お前のやり方がダメなんだよと、お前もっと勉強しようと、お前何も分かってねえなって、いやいや僕分かってないから聞いてるのって、それダメ出しされたら僕今からやろうとしてるのにどうやってやったらいいのか分かんないじゃんみたいな。これ同じです。売上が上がった時も、売上が上がったなりに話すと絶対にそれよりも売上上げてる先輩がいるんですよ。
お前1億かと、まだまだだなと、5億やって物言えみたいな。これだいたい5億やると次10億の先輩出てくるんですよ。10億やって物言えみたいな。もうあまりにもダメ出しされるし、なんか自分がダメだっていうふうに思うようなコミュニケーションを取られるんで、もう話すのやめようって。話しててなんか気分が良くなったりエネルギーが上がるならいくらでも話しますよ。あ、でもこれはもう話すのやめようと思って聞くのやめてたんですよ。でもね、なんかこの人の生き方にヒントがあるって感じたんですよ、僕は。それで僕奈々ちゃんに聞いてみたんですよ。奈々ちゃんってどうやったら奈々ちゃんみたいにうまくいくの？で、大体今までのパターンだと返ってくる答えってやり方とかアドバイスがほとんどだったんですけど、奈々ちゃんなんて言ったかっていうと、どうやったらうまくいくと思うって聞き返してきたんですよ。わかります？聞き返してくれたんで自分に聞きに行くんですよ。そうすると僕ね、こうやって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 やったら絶対にうまくいくと思うのよっていう話をしたんですよ。そしたら彼女なんて言ったかっていうと、うん、それし、それしの一言ですよ。いや奈々ちゃん、それしって言うけども、それするってことはお金もかくかくしかじか、人もかくかくしかじか、時間もそう、あれもこれも必要で、そんな簡単にいかないじゃないって言ったら、彼女なんて言ったかっていうと、だったらやめとき。いやいや奈々ちゃん、だったらやめときって、僕は自分の状況今何とかしたいから聞いてるから、なんでそんな冷たい返事するよって言ったら、また聞いてくるんですよ。ヨンソどうしたいん、ヨンソほんまはどうしたいんって聞かれるもんだから、本当はどうしたいんだろう俺って。じゃあさっきの話に戻るんですよね。僕こうやったらうまくいくと思うって、俺絶対自分の考えではこうやった方がうまくいくと思うのよねって言ったら、奈々ちゃんがまた、うん、だからそれしって、ヨンソどっちみちするんやろうって、やめるんやったらいい、考えなくても、どうせするんやんな、どうせするなら、なんで自分がうまくいくと思う方を選択せえへんのって聞かれたんですよ。私はずっと人が何と言おうとも、自分がうまくいく、絶対こうしたらいいと思う自分の心の声に従ってやってきただけだって。だから私は誰のせいにもしてないって。あ、その時僕思った。あ、僕人に聞いてその人のアドバイスを受けてうまくいかないことをその人のせいにしてるんだって。僕もっと言うなら、僕が事業を始めた時に僕がうまくいかない原因って、親の借金のせいでとか、長男だからという理由で僕がやらなければならない、なんかしないといけない、だから僕はこんな苦労させてられてるんだっていうふうに、僕めっちゃ人のせいにしてるって思ったんですよ。人のせいにしてる、これ仕方ないですよ、環境と状況によってそう思えるかもわかんないです。あ、でも僕その時思った、俺自分で決めてないって。やるのも自分で決めたし、親に言われたけど決めたの僕です、ね、事業を始めたのもなんだかんだ周り、親、兄弟、親戚から言われたとしても決めたのは僕なんですよ。ってことはこれ僕の選択なんです、うん、だから僕それ聞いて、あ、そうだなと思って、どうせやるなら自分の思った通り好きな通りやろうってなると、そうやでって、うん、失敗するか成功するかなんてやってみないとわからないって、うん、なぜならそれは失敗だとしても経験にしか過ぎないって、経験だと、うん、だからどうせやるなら自分の好き、うまくいくと思うことをやり続けて、その経験を積み上げていくとそれが自信になってくるって、あ、自分の思った通りに本当にうまくいくんだっていうふうに思えるようになる、だからそうし、自分はそうしてるっていう話を聞いたんですよ。で、僕なるほどなと思って、僕それで気づいたんですよね。外にばっかり答えを求めに行ってたって、うん、自分の中に答えは本当はあるのに、でも自信がない、やったことがない、経験がない、でもだって、うん、そんな言葉ばっかりを自分に言って自分の人生の可能性をめちゃめちゃ狭めてたんですよ、うん、だから僕はこの時に、あ、もう自分で自分の人生は選択しようって、全部自分の選択したことに良くも悪くも責任取ろうって、うん、それが俺の人生だっていうふうに思えて、なんかそこでエネルギーものすごくかかってきた。
でもその時にね、奈々ちゃんがまたね、僕に聞いてくるんですよ。ところでヨンソナ、ほんまにしたいことあるやろ。ほんまにしたいこと、奈々ちゃん、僕本当にしたいことって、この事業を立て直して事業を成功させて、まあ思いはいろいろありました。うん、でも僕ね、なんとか成功したいのよって。うん、事業をうまくさせて、みんなも幸せにして、家族も幸せにして、ね、豊かになって幸せに生きたいのよって思ってたんですよ。うん、でも奈々ちゃん聞くんですよ。いや、要素ちゃうねん。ほんまにしたいことあるやろ。ってこんな感じの音で聞くんですよ。喫茶店ですよ。外の音遮断されますよ。その聞かれ方したら。で、僕自分にまた聞きに行くんですよ。なんか本当に自分のしたいことないかなって言った時に感じた、ちょっと声が聞こえたような感じがして出てきたのがこれなんですよ。朝鮮半島を統一し、日本と朝鮮半島を仲良くさせて世界を平和にするって。よっ、僕自分の内側から出てきたんですよ。自分の内側から。ちょっと自分でもびっくりしたんですよ。これ言った時に奈々ちゃんが何て言ったかっていうと、それ要素、それって。わかります？僕ね、それって言われた時に、あ、これだって思ったんですよ。うん、僕在日韓国人3世で生まれてきて、うん、日本で生まれ育って、僕実はね、幼少の頃から朝鮮学校っていうところにずっと通ってて、僕30歳まで日本人の友達ゼロです。いわゆる在日韓国朝鮮人っていう同じ境遇の人たちだけが友達でした。うん、ね、でも僕は日本で生まれ育ってるんですよ、皆さん。ね、皆さんの見てるテレビも同じ、聞いてるラジオも、見てる漫画も一緒、ドラマも一緒なんですよ。オールモーストジャパニーズですよ。ちょっと英語の発音あれなんですけど。ほとんど僕は日本人なんですよ。ただ親、おじいちゃんの国籍をそのまま守ってて、ね、いわゆる外国人という形で日本には登録されてて、僕は外国人登録書っていうのを16歳から持たされてるんですよ、ね、16歳になるとですよ、区役所に行って指紋を押さないといけないんですよ、ね、俺僕何これと思って、僕犯罪者でもないのになんで指紋を押さないといけないのって、ね、おかしいじゃないのみたいな経験で、親とか周りに散々言われたことは、日本人に負けるな。わかります？日本人に負けるなって散々聞かされるんですよ。これ大人になってもこれってね、ずっと続くんですよ。無意識に、無意識にですよ、日本人に負けるかみたいなの出てくるの。別に争う必要なんてないのに、みんな仲間なのに。だから僕ね、ずっと自分の中にそういう心の葛藤を抱えてて、俺何人なんだろうって。うん。俺日本人でもないし、ましては韓国で生まれてないから韓国人でもないし、ね。で、本国は半分に分かれて、僕北朝鮮人でもないし。おじいちゃんが渡ってきた時は一つの国だし、なんかおじいちゃん渡ってきて国が半分に分かれて、うん、ね、国が半分に分かれるから日本にいる朝鮮人の人たちも半分に分かれて北とか南とか行っちゃってるしみたいな、いや元一つでしょみたいな、親が分かれてどっちにつくのみたいな、私は父親派、私は母親派で喧嘩してるみたいな、俺僕こんなバカげた話あるかなと。でしかもですよ、その本国がなんと北と南に分かれて、さらに絶妙に日本と仲悪いのよ。わかります？もうテレビ見てたら北朝鮮の報道なんで極悪非道そのものみたいな話。肯定はしないですよ、肯定はしないけども、やっぱりね、自分の両親想像してくださいよ。どんな親でも、どんな親でもですよ、自分が親の悪口言うのはいいんですけど、人に自分の親の悪口言われたらどうです？いや、なんか腹立つんですよ。あ、お前の親父さみたいな、俺が言うんですよ、分かる分かる、お前の親父ほんとダメだったら、はぁみたいな、いや、お前は言うなよみたいな、みたいな心境なんですよ。でも逆に僕、韓国とかね、北朝鮮に行くと、やっぱり彼らは教育を受けてるんで、日本人のことをよく思ってない人もいるんですよ。歴史的な教育を受けちゃってて、そう、潜在的に入っちゃってると。で、彼らが、お前在日かと、朝鮮学校も出てて、僕韓国語話せるんでね、そうすると僕に言うんですよ、本当日本はとんでもないよなと、靖国神社参拝したりとか、なんか僕より情報知ってるんですよ。韓国の人ものすごく詳しいんですよ、多分テレビでね、皆さんが思ってる以上に多分いろんな宣伝してるんですよね。そうすると今度ね、韓国人がね、日本人の悪口言うとね、ものすごい腹が立つんです。
いや、お前何が分かってて言ってんの、日本人めっちゃいい人たちだよって、みんな礼儀正しいし道徳心あるし挨拶できるし思いやりもあるしって、うん、だからなんかね、僕のアイデンティティってバラバラなの。僕何人なんだろうって、俺何人なんだろう、この問いずっとあったんです。でも僕ね、ある時気づいたんですよ。俺何人でもないと、地球人でいいじゃないかと、たまたまそういう境遇を自分が選んで生まれてきただけなんだと。そのおかげでいろんな経験もしたし、いろんな思いも育てさせていただいた、うん、でも僕はずっと思ってたんだ、仲良くすればいいのにって。同じ目が2つ、鼻が1つ、口が1つ、耳が2つ、見た目ほとんど一緒なんですよ。環境とか教育が違うだけで、なんかいがみ合ってるのが僕からするとものすごく滑稽に見えた、うん、だから僕は仲良くさせたいっていう思い、うん、この思いが実は僕の内側にあったっていうことを思い出したんです。それを思い出させてくれたのが僕の奥さんです。僕それを思い出して人生どう変わったかっていうと、実はねこんな感じなんですよ。借金消えました。好きなことして生きれるようになりました。もう海外や日本を飛び回れるようになったし、時間やお金に縛られることもなくなりました。これ全部実は一言で言うと、あれを思い出したからなんですよ。ね、これまあ沖縄の略読の仲間、こうやってセブ島に行ったり、これハワイのマウナケア、シャスタ、セドナ、アメリカですよこれ。ね、こんな感じです。こうタイに行ったり、これバリの兄貴って言われてるね、マルさんとも家族のようなお付き合いさせていただくようになったり、こんな感じですね。これバリの大富豪って言われてる兄貴。ね、僕も家族のようにもお付き合いさせていただきます。これバシャール。僕アメリカロサンゼルスにね、行ってる時にもう彼とも仲良くなって、僕彼と6回7回ぐらいセッションを受けてるんですよ。バシャールこの人、宇宙人から のなんか情報をね下ろして皆さんに伝えてくれるっていうような人です、ね、でこうやってね、もう何にも分かんない僕がこうやって人前で話をさせていただけるようになったりね、こうやって多くの前でこう司会をさせていただくような立場になったりとかね、でしかもこうやって結婚、僕アメリカ行った時にね、もうこのロサンゼルスのこのガラスの教会で絶対結婚するんだって決めたんですよ。根拠ないですよ。僕その時借金もいっぱいあったし。でもなんかアメリカに行きたいって思いでアメリカに行って見つけた時に、僕結婚願望もなかったし、結婚式も別にしたいと思ってなかったんですけど、絶対ここでするって決めたんですよ。でも事実ここでできたんですよ。ね、こうやってみんなにも来ていただいて、アメリカの方まで家族もね、と仲間も本当にみんな駆けつけてくれて。で、しかも僕ね、そこの近くがね、ちょうど海沿いにあって、そっから眺める景色がえげつなくいいんですよ。まあ、やばいなと思って。で、僕ここにも住みたいって初めて行った時に思ったんですよ。そうするとね、いろいろアパート、もっと安いアパートとかいっぱいあったんですけど、借りれるとこが唯一ここだけだったんですよ。唯一ですよ、唯一。ここ実はね、365日サンセットが見れるんです。ロサンゼルス雨が降らないんで、ほとんど晴れてるんですよ。365日こんな景色です、本当に、ね、でこれ日本でも結婚式させていただいて、なんと3人の娘と4人の孫を持つおじいちゃんになったんですよ。わかります？僕ね、好きなことして生きるのに実は1年かかってないんですよ。僕努力したわけでも、なんか頑張ったわけでもないんですよ。僕の経験です。人生変えるのに1年あったら十分です、十分です。わかります？僕あの感じになるまで、僕2014年の7月に自分にあった仕事全部手放したんですよ。もうやめようって、やりたくないことやってやめるのよ、生きるのやめようって。借金もあるしね、これからどうやって生活したらいいかもわかんないし怖いけど、どっちみち一回の人生だと。だったら自分の好きなことして生きようって、自分の人生決断責任持って生きようと思ったんですよ。そう思って2014年の7月に僕仕事を辞めて全部手放して、でもその後に流れの中で2017年の10月に楽読コリアの代表させていただくようになって、これも別に奈々ちゃんにしてくださいとも言われてないです。僕はさせてくださいとも言ってないです。僕の思いがそれを引き寄せたと思ってるんですよ。で、僕楽読を受講したこともその年ないです。インストラクターでもないです。でも韓国の代表ですよ、いきなり。わかります？どうやってなんて関係ない、その立場が僕に与えられたんですよ。で、僕その翌年の4月にはですよ、なんと楽読グループの副社長になっちゃうんですよ。わかります？僕別にその当時奈々ちゃんとこうなってたわけじゃないですよ。自然とそうなったんですよ。
で僕そうやってやってるのに人生本当に変わっていくんですよ。で2015年から2019年は本当に自分が思ってた通りの人生に変わりました。もう世界中回って、いろんな人に会っていろんな人の人生に関わらせていただいて、本当に僕人生本当に変わりました。これです。本当の夢を見つけるとエネルギーが無限に湧いてきます。わかります？これ生まれてきた理由そのものなんですよ。僕思うんですよ、生まれてくる前に絶対に何か決めて生まれてきてるんですよ、ね、わざわざこの、ね、肉体つけて生まれてこないですよ。だって不自由じゃないですか。空も飛べないし、ね、どっか行こうと思ったら歩いて電車に乗っていかないといけないし、ね、なんか病気もしたりとかいろんな心を痛めたりとかいろんなことあるじゃないですか。肉体って実は不自由なんですよ。そうねって思ったら全部イメージとして出てくるじゃないですか。でわざわざこの肉体をつけてきたには絶対理由があるはずだと。わざわざしかもこの時代、あの親、あの経験を僕が選択してきたとするなら絶対意味があると思った。ってことは何か大きな目的があって、人生にその目的を達成するために必要なものは絶対持ってきてるっていうふうに思ったんです、その時。でもその目的に果たすようなことしてないんで、要するに自分を分かってないんですよ。だから自分が携帯電話だと思ってないと、あの携帯電話って機能意味ないんですよ。ちゃんと機能分かってて電話をするもんだ、これで人とのつながりコミュニケーションを円滑にするんだみたいなことをちゃんと分かってると、携帯電話の中にはそれを可能にしてくれるツールが全部入ってるんですよ。メール、電話、ミュージック全部入ってるじゃないですか、ね、でも僕は勝手に俺はラジオになるんだと、ラジオだって思ってても全く機能しないんですよ。だから本当の自分の目的っていうのは自分が持って生まれてきた理由そのものなんですよ。それにタッチすると実はね、努力とか頑張るじゃないし、最初からできることっていっぱいあることに気づくんですよ。皆さんなんかないです？なんかわかんないことできることってないです？人に言われるんですよ。すごいねヨンちゃんって言ったら、え、これすごいのって、いやすごいじゃんそんな人前で喋れるなんてって、え、俺昔からだけどって。僕小学校2年生の時に先生につけられたあだ名があるんですよ。口から生まれた男俺口から生まれたんだと思ってお母さん聞きましたよ。お母さん俺口から生まれたのって言ったら、アホかお前はね。もう一つ、情緒不安定僕小児で先生に情緒不安定って呼ばれたんですよ。要するに落ち着きがないってことなの。でもね、それで、ね、僕うまいこと肯定否定されない環境で多分育ったんだと思う。僕めっちゃ落ち着きないのよ。めっちゃおしゃべりなのよ。でも今は違いますよ、ちょっと大人になったんで。だからね、実はでもね、今こうなってみると自分のこの話す、僕人前で話す時一切緊張しないんですよ。人が何人よとどんな状況で、はい喋ってって言ってもこんな感じでつらつら喋れるんですよ。これ話し方の学校行ってないですよいいね、話し方の学校行ってないんですよ。でも話せるんですよ。何でしょうこれ、才能ですよ、才能ですよ。僕ね、落ち着きがないからね、あちこち転々として暮らしても別に苦じゃないんですよ。もう僕楽読に出会って仕事するようになって3日にいっぺん寝るとこ違うような生活だったんですよ。全然苦にならない、全然苦にならない。なぜかというと才能なんですよ。なんで皆さん、自分が当たり前にできていること、ね、人ができないことでできていることっていうのは天才性です。絶対一つか二つはあります。もっと言うならもっとたくさんあるんですよ。それが世の中の中で言うとこれがいいこれが悪いみたいなカテゴライズされてるのに影響を受けちゃうから意味がない才能だと思っちゃうし、ね、そう思ってる大人たちに教育されるとおしゃべりってダメなんだって僕が思ってたら今の僕ないんですよ。話すのはいいことなんですよ。落ち着きがないこともいいことなんですよ。それがその人のその人であるゆえんだし、才能だし、その人の能力なんですよ。それをどう生かすかなんですよ。生かす環境に自分の身を置くんですよ。その環境に自分の身を置いたら勝手にですよ、勝手にうまく生き出すんですよ。それが僕の経験です。これね、かけ流しの温泉みたいなもんですよ。エネルギーが無限に湧いてくるって、ずっとエネルギー湧いてくるの、これ僕これ見つけて、ヒョンちゃん何のために仕事するのって言ったらもう答え一つです。
ヒョンちゃんなんでそんなにいろんなとこ回って仕事してるの？答え一つです。ヒョンちゃんなんであんな怖い奈々ちゃんと結婚したの？答え一つです。自分の使命のためです。自分の使命を思い出したから、僕の命の使い方1分1秒は全部あのために使ってるんです。で、今でこそ僕は大きな輪を世界へ、要するに大きな輪なんですよ。大きな輪っていうのはね、日本だけではないんですよ。朝鮮も中国もこの地球も宇宙も全部ですよ。目に見える世界は目に見えない世界も全部ですよ。僕ら目に見えない世界に生かされてるんですよ。今日なんかいろいろ話そうと思ったんですけど、もうほとんど割愛しますよ、時間ないんで、ね、ただ皆さんね、皆さん無意識のうちにやってることでたくさんあるんですよ、ね、皆さん今僕の話に集中してくれてるでしょ、ね、皆さん今お尻椅子についている接地面意識できてた方、あ、素晴らしいです、うんね、なんかこういろいろ音が聞こえたりするでしょ、うん、皆さん心臓動いてるでしょ、血液循環してるでしょ、朝朝食食べたなら多分朝食食べたものを消化してるはずですよ。はい、それ全部意識できてた方、素晴らしいです。ほとんどのことが自分の無意識の中でほとんどのことが行われてますね。皆さんはもともと精子と卵子でこんなにちっちゃな細胞が分裂していつの間にかこうなった、はい、意識的に成長してきた方いないのよ。気づいたら大人になるし、気づいたら年を取っていて、気づいたら死ぬんですよ。ほとんどオートメーションです。僕からすると 97% ぐらい無意識でやってくれてます。だから無意識の中に、自分の中にどんな情報が入ってるかなんです。潜在的に自分ができると思ってることはできるんですよ。できないと思ってるからやれないんですよ。だから僕はこのね、本当の夢を見つけることによってエネルギーが湧いてくるっていう感覚、疲れないんですよ。好きなことやってるから。わかりますか？嫌なことやってると疲れるんですよ、ね、どうやってやったらそれをやらないで済むかっていうふうに脳みその回路が働くんですよ。でも好きなことやってたらどうやったらもっとうまくいくんだろうっていう脳みその回路が働くんです。それ子供がゲームやるのと一緒なんですよ。好きなことやり続けるってことは努力じゃないんですよ。好きなことやるってことは自分が必要な情報、自分にとって必要なものをただ一生懸命集めてるだけなんですよ。子供ってゲームそうじゃないですか。少しでも次のレベルに行きたい、少しでもみんなよりもいいね、なんかステージに進みたいと思ってるから朝から晩までやるんですよ、親が止めない限り。なぜか、別にやらされてるんじゃないんですよ。嫌なことしてるわけじゃない、好きなことやってるからずっと続くんですよ。なんで僕は本当にこのね、自分の夢を見つけたことによって自分の人生が変わりました。僕奈々ちゃんにその時も聞きました。ヨンソなんで生まれてきたのってね。お金、時間、健康、家族関係、パートナーシップ、仕事、もしこれに制限がなかったら、もしよこれに制限がなかったら何するって聞かれたの。何するって聞かれたよ。それでも今の仕事続けるって、 0.3 秒で辞めるって辞めるって言ったんです。そっから僕の人生が変わっていくんです、うんね、なんで本当に自分のね、好きなことをして生きるっていうことは本当に僕にと人生にとっては大切なことだ、今でも思ってるし、今もそれを選択し続けてます、ね、ちょっと時間ないんで最後ね、端折りますけど、僕が考える決定的要因はこれです。本当の夢を見つける、ね、自分の理想を見続ける、理想だけ見るんですよ、ね、でそれが可能になる環境に身を置くんですよ。それで無意識を味方につける。僕らは環境に良くも悪くも影響される動物なんですよ、ね、いい口癖を持ってる人といると勝手にいい口癖になるし、いい考え方持ってる人一緒と自然にいい考え方になる。僕は彼女と一緒にことになるって努力なしに変わってったんです。酪農って実はそういう環境なんですよ。みんな応援してくれるんですよ、うん、酪農のレッスンを受けてると自然に人を応援する気持ちになったり、自分の夢が見れるようになったり、自分の考えてることが素直に出せるような、そういう脳みその回路を作ってくれるんです。努力じゃないですよ。酪農レッスンは行ってそこに座って45分間インストラクターの言ってる通りにやってやってったら、気づいたら無意識に自分らしくなっていくんですよ。自分らしくなるというのは何かっていうと、自分の好きを知ってるとか、自分の楽しいを知ってるとか、自分のワクワクを知ってるとか、うん、それを許容される環境にいて、俺それが俺なんだっていうふうに気づくだけなんですよ。これに気づけない人が本当に多い。
なんで一人でも多くの人がね、自分の夢に許可を下ろして自分の好きなことをやって成功するっていう生き方を僕はしてほしいなっていうふうに思ってます。それは僕の人生経験の中で培ったことなんで、それを全力でこれから応援していこうと思う。それが僕は大きな輪が作られる一つの道だと思ってます。個性が開かないとダメなんですよ。みんな一緒じゃなくていいんですよ。バラバラで良しなんですよ。その個性がパズルのように一つずつ重なっていくと一つの絵が完成するっていうのが僕のイメージです。なんでぜひね、その環境を身につけてください。で、最後です。僕が普段使う魔法の言葉、全ては良くなるために起こっている、ありがとうございます、完璧、余裕、要するに口癖を僕は変えました、脈絡関係ないです。トラブルが起きた時に即座に余裕、ヨンソさん大丈夫ですかって、完璧。なぜかというと、全ては良くなるために起こっているって思うように訓練したんです。無意識にそれを放り込むんですよ。やばいって思いますよ、人間なんで。でもやばいと思った瞬間に絶対良くなるために起きてる、ね、僕の座右銘に、ね、人間万事採用が馬ですよ、ね、今トラブルと思ってることが後々そのおかげさまになることがほとんどです、ね、今いいなと思ってたのがそのおかげで苦労させられることがあるんですよ。人生ってこうやって巡り巡っていって、全て経験として残っていくだけです。あの世にお金は持っていけません、車は持っていけません、物質的なものは一切持っていけない。でも自分の経験、人に思いやりを持って接した心、そういった精神は僕持っていけると思います。なんでぜひね、たった一回の人生、たった一回の人生、どっちみち死にます。今日なのか明日なのか10年後なのか20年後なのか分かんないです。だったら自分の好きなことして思ったように生きる。でも一人だと苦しい、だってでも不安が出てくる、だから仲間が必要なんです、ね、だから僕こんな応援できる仲間いっぱい作っていきたいと思ってます。これから OWS としてね、楽読の仲間と一緒にどん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 この世界広げたいと思いますんで、今後とも応援よろしくお願いします。本日はどうもご清聴ありがとうございました。